いいよ、読み勝ち節。はい、最後そうよ、中華涙。はい、これからしばらく島岡三振うとぬきサビだ。いいよ。つながるインターネット光の時代に対応していくような、沖縄のために私は、トムさんと一緒にですね、今どんどん、そういう活動をしていこうかなという気持ちで日々、活動しております。私たちの、このサークル、トムさん氏広めたようですね、この、ユニフォームであるシャツですね、実は後ろの方に金作の花というクンクンシートですね、歌詞が、書かれております。これをですね、3000円で、購入していただくともうメンバーになるという簡単な、世界一簡単なシステムになっております。そういった声がけをしたらですね、インターネットから現在600名集まっております。もし、また那覇のですね、近くに、三線を、愛している方、また興味がある方、そしてこれから、三線を通して沖縄のまた文化、心の文化、これを世界に発信していく活動をこれからどんどんしていきます。これからまたその後はですね、うちの隊長が、詳しく、講話の中でお話ししていただくということで、今日はですね、私の熱い思いをですね、少しばかりは、感じ取っていただけたらなと、思います。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。腕を組み歌おう、喜びの
日本の良さそう沖縄のコンビやヒヤ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 で勝ち抜きヒヤで勝ち抜きヒヤパパで、三振も毒に引けないのに引っかかやするのに自己流です。で、それをアップします。どれだけ勇気がいることか、沖縄から発信してますからね、こんな三振もできないのにこんなに YouTube でアップしてとか、そう思われるんじゃないかなと、まずは最初にネガティブのところから、感じるんです。まあいいや、もうポンと出してしまえと、その時に思ったのが、出さなければ入らない、出入り口ではあるけど入り出口ではない、出すのが先だと、そういう汗も何でも情報もですね、インフォメーションテクノロジー、まずは発信することだと、ということで出さなければ入らないんだと、という思いでまずは発信しようと。で、その時に私が最初に考えたのが、よし、俺しかできないことができるなと。三振は素人だけど、さっき言ったように、志だけは、これは自分が落ち込んだり悲しんだり泣いてみたり悔やんだりやっかんでみたり、そういう気持ちの時に自分は三振を置いて、いつも平静に保てる強い心を今保てるのは三振して歌って、心の汗を流しているからだと、そういう思いに感じて、特に経営者の方にこういう音楽っていいなと、いろんな悩みとか不安とか心配たくさんありますよね、そういう時にイメージは実は経営者さん一緒に親の養子ぐつや下に住みりゆるはらすみやゆるはらすふにや二の葉不思議やりわんなチェルややわんどにやりもう一回みんな一緒にわんなチェルサカラタマヤティ磨かいまさりす朝ゆちもみがち父ゆわから朝ゆちもOkay.
湯に住み